織田の雛は武田の牙、相手にとって不足はない。小十郎は本陣を守っておれ。馬防柵の前には出るな。守りを固めよ。全軍むやみに動くな。武田と距離を取れ。雛を持って武田の騎馬隊を潰すか。背後からの奇襲で織田の鉄砲隊を潰すか。敵将討ち取ったり。見事な腕前で。あれが武田ご自慢の騎士。またわんぱくことになっておる。勢い余ってしまったな。織田軍の火縄に始末させようと思っていたのだが。このまま一気に武田騎馬軍団を叩き潰すぞ。敵将討ち取ったり。裏が過ぎたな、まさか。お仕置きの時間じゃ。小坂しい連中から片付け。戦を知らぬ愚か者よの。してまいる。お見事な腕前です。
敵将撃ち取ったり。彼らも手は取らんぞ。背を向けるなど本意ではないが、我らもこの機に乗ずるのだ。お見事な腕前で。いい勝負にしようぜ。押されているだと。いい戦だった。またな。我らもこの機に乗ずるのだ。今大使がためお主を立つ。血のみではいかぬ。負けも知らねば。我らもこの機に乗ずるのだ。泣くまで待つなど何もできぬ者の言うことよ。敵将討ち取ったり。我らも手は取らぬぞ。
でございますな。我らもこの機に乗ずるのだ。人は石垣、人は城。人を失ったわしにもはや天下はあるまいて、もはやこれまでか。全軍引くぞ。これ以上の戦いは無益。逃げられると思うなよ。進言消すな。小次郎、長篠城へ向かえ。わしも向かう。お見事な腕前です。敵将討ち取ったり。お見事な腕前です。敵将討ち取ったり。これは取らんぞ。将たる者、兵を見せるわけにはいかぬ。わしは必ずや帰ってくる。な腕前でございますな。混沌こそわしにはふさわしいか。信長、逃がしはせるぞ。
お見事な腕前です。家臣より先に逃げるなど、わしの名折れよ。無様な戦よ。技量も測れぬか。伊達軍は長篠で勝利を収めた。だが遠征に次ぐ遠征で軍の疲労は極限に達していた。政宗は一時の奥州帰還を決意。その途上である小田原城奪取を実行に移す。バカめ、天下などいつでも取れる。引き際を知るのが将だ。最終は小田原城乱入。バカめ、天下は必ずわしのものだ。信玄、剣心もろともにまとめて始末してやるわ。敵将討ち取ったり。
それに見える伊達政宗見どころがあるやつもいるようだな。子供の出る幕じゃない。はい、入った。バカもおるようだな。敵将撃ち取ったり。バカしかおらんか。敵将撃ち取ったり。違う、さっき。これは。雪村様、見て見て、かわいい。伊達政宗殿とお見受け。事情はともかく、通すわけには参りませぬ。受けられるか。Thank you.
将討ち取ったり。敵に背を向けるなど本意ではないが、たまには驚いた振りもせんとな。いつになったら剣心は姿を見せるのだ。こうしよう、突破してくれ。少しは長持ちしてくれよ。おお、おいでなさったな。なんだとはなんだ、無礼であるぞ。それもそうだな。よし、男と男の勝負だ。それでこそもののふだ。行くぞ、前田刑事。腕力だけでは天下は取れんぞ。天下なんぞ王の昔に興味はないさ。ああ、お前さんにもいずれわかるだろうさ。敵将討ち取ったり。いい戦だった。またな。わしが本気を出せばざっとこんなものだ。役者は揃うたようだな。知略あれども勢いには勝てぬか。
終わったようだな。米沢に帰るか、わしの故郷に。だが、わしは必ず帰ってくるぞ。わしの相手は10年早まったようだな。手物、派手な振る舞いは気に入ったぎゃ。政宗、これに免じてお宮さんを天下人秀吉が差し許す。以後わしに尽くせ。バカ、これはわしのための十字架ではない。それを見極められなかった。それが貴様の限界だ秀吉。次の天下はわしがもらう。